っちゃ久しぶりでマンハッタンビーチに来てます。すごい可愛いモールなんですよ。あ、友達と待ち合わせ。すごい可愛いの、すごく可愛い。なんかあそこのさ、あのお店 602 ってすごい可愛い。なんかスポーツウェアが、わあ、なんかここ可愛いよね。もっとできるのよ、店を。え、本当に？今、いろんなレストランまでできるよ。本当、楽しみじゃない。なんかいいよね、こういうあの気候的にも。そうね、イタリアに行ったってパスタ食べなきゃいいんだから。そうなの、魚食べたらいいんだから。あ、そうだね。なんか今何を食べようか決めてるんだけど、どこに行く？え、ちょっとファーマーランドとかっていうのを覗いて、そのクルーフード見て、クルーフードちょっとおしゃれだけど、なんかほらあまりにも軽いもんだから、どうなんだろう、ビーガン？ビーガンのランチっぽいよね。そこはね、うん、ファーマーなんとかは何、あのファーマーなんとかっていうのは何屋さん？いわゆるだからサラダ、グリーンサラダとかそっち系が多い、軽いもの、うん、で、ここはね、ヤミバーガーで美味しいもん。ああ、そうそうそう、ヤミバーガーって結構有名だよね。ここのスクリームすっごい多い。本当、もうダイエット終わったらこの。ここはね、一気に来たりして作るの。へえ、本当に美味しい。でも本物のお店はなんだっけ、アイスクリームってそんなにファッなんかいいらしいよ、なんか、うんうん、あ、これが何、これがビーサーブ、これは何、あ、ここはパワーズなんとかね、これがメニューだって。どっちかというとね、うん、まあ、ビーガンっぽい感じ。結構広いじゃん。広いよね。おしゃれ、おしゃれ、おしゃれ。ナイスメッセージ。これお肉とか、あとシーフードはそこにマコニキシュリンプでしょ、うん。シーフードもいいね。シーフードもいいね。マコニキシュリンプ。じゃあ行こう。レッツゴー。あ、何？フィッシュある？フィッシュある？まあ、ここもなんかちょっとおしゃれ、なんかいっぱいしようか。うん、ここにしようか。ちょっと見せて。はい、おしゃれじゃん。魚あるって。魚ある？サーモンもシーバスも。So it's a dashi sauce. It's made with basil, kombu, tarragon, and water. Oh, thank you. Anything else I can help you ladies with? All right, enjoy.